人生柿色のエンジョイゲームタイム。はいどうも、人生柿色です。俺たちとスイッチと40代プレイとですね、今回プレイするソフトはアナザーコードリコレクションになります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。それでは行こう。待ちなさい。うおお、拳銃持ってる。アシュレ、早くエレベーターに乗って。うん、行かせない。ジナ、いいから閉めて。連打してしまうもんかな。ジーナ、大丈夫？ええ、運が良かった。かすり傷で済んだみたい。そうけど、かすり傷ってそんな綺麗にうまくいくもんなのかな。すぐ来ると思うけど、その代わりきっとソフィアは追ってくるわ。早く行こう。どうしよう、あっちは銃を持ってるんだよ。ふざけてんじゃね。緊急停止のボタンよ。これでこのエレベーターはしばらく動かせない。地下2階から上に上がれるエレベーターはここだけだから、これでソフィアの動きをしばらく止めることができる。なるほど。ジーナすごい。さあ行きましょう。イアンの部屋は103号室よ。うん、すぐ来そうだけどね。おっさん大丈夫？ああ、イアン、イアン起きて。気がついた？ああ、ジーナか。電話をしてたら突然ドアが開いたんだ。振り向いたらソフィアがいて、僕の顔にハンカチをこんな風にかぶせてきた。よくあるやつだよね。そのまま意識を失ったのね。しかしまさか。ジーナ、君とロビンズ博士が探っていた情報流出の犯人がソフィアだったとは驚いたよ。まさか彼女がアシュレーまで襲うようなことをするなんて。いや、ロビンズ博士は来なかった。ロビンズ博士？ここには来てないよ。博士はイアンのところに行くと言って別れたけれど、もしかしてセキュリティの確認で先に警備室へ寄ったのかしら。途中でソフィアに襲われてなければいいけれど。可能性あるね。銃を持っているの。私たちもここに来る途中襲われたわ。ジーナ、大丈夫か？私は平気。それよりロビンズ博士が心配だわ。ジーナ、私パパを探しに行く。え？パパが心配だよ。警備室に行って見てくる。危険よって言わないの？僕が一緒に行くよ。ジーナ、君はここで休んでいて。わかったわ、イアン。アシュレイを頼むわね。アシュレイ、警備室はこの階にある。早く行こう。アシュレイ、どうせまた閉まってんだろ。おかしいな。地下2階のゲートもそうなってた。ソフィアの仕業だったみたい。アシュレ、ちょっと待っててくれ。開かねえから、うん、これならなんとか。え、直せるの？そうだ、思い出した。イアンはデイビスさんの情報提供者だったんだよね。でも黙っとくからね。ね、イアン、
なんだい？あなたは湖の水質汚染の原因を知っているの？アシュレイ、どうしてそんなことを聞くんだ？私、知ってるよ。グレッグ・デイビスって人と連絡取り合っていたでしょ。え？いや、教えて。どうしてあなたはデイビスさんに協力していたの？湖の汚染はジェシーバレーに原因があるんだよね。さすが博士の娘だ。好奇心が波じゃないね。アシュレイ、グレッグは僕にとっても情報提供者だ。なるほど。そう、あれか。持ちつ持たれつか。協力し合っている。それぞれの目的のために、僕はある情報機関に所属する特務捜査官なんだ。あ、本当にそれそうなんだ、こっちは。こっちはマジなんだな。特務捜査官がJC バレーに潜入してるの。ここで行われている研究内容を調べるためだ。研究内容？そう。研究内容について連邦政府は危惧しているんだ。うん、この JC バレーで人間の記憶に関する研究、兵器にもなりうる危険な研究が行われているのではないかとね。うん、しかしまだ決定的な証拠はつかめていない。それってアナザーのことだ。アシュレイ、このゲートのロックは解除したよ。警備室に急ごう。そうだよね、そんな話してる場合じゃねえんだよな、考えたら。ここか。ここだ。またなんか見せたいなんかあるな。開く？有能だね、彼。いないな。システム異常が起きてる。厳重なこのシステムを一体誰の仕業だ。イアン、パパはどこにいるの？アシュレ、すぐにシステムを復旧させるから監視カメラで探そう。うん、お、出た。よし、これで最悪は回避できた。あ、いた。博士だ。捕まってるよ。あの部屋じゃね？また異常だ。どうやらシステムがハッキングされてるようだ。一体誰がどこからハッキング対応の手を今止めるわけにはいかないぞ。いや、頑張って。私はパパを助けに行く。え？一人で行くのは危険だ。そうだ。ソフィアの動きを止めておけば。アシュレイ、パパを助けに行く前に手伝ってくれるかい？ん？ソフィアの動きを封じる作戦だ。まずは右のモニターを見てくれ。お、いるな。ねえ、いいかな？わかった。わっ、アシュレイ。うん、
あ、これとこれってことか。ああ、なるほどね。これがどこの部屋かってことだろう。これソフィアの部屋だな。分かった。これじゃね。違うか。アシュレー。違うんか。部屋は部屋なんだよな、こいついるのな。ここじゃね。ここだな。いけた。よし。よっしゃ。確か203あったもんな。それ覚えてたわ。やった。そ、グッジョブ。やったな、アシュレー。よし。よし。これでソフィアの動きを止められた。いや、パパがいる場所をモニターに出せる？ああ。あれでも捕まってますよ、多分。アシュレー、博士は地下3階の液体メモリ貯蔵庫にいる。パパ待ってて、すぐ行くから。アシュレイ、頑張れ。僕はシステムを守るから。ハッキングがしても誰なんだろうな、本当。考えてみたら。で、ここか。あ、手錠。けどあれか、ラスできるか。アシュレ、どうしてお前が。いや、それよりアシュレ、無事か？大丈夫か？私は平気。パパこそ怪我はない？ああ、だがソフィアに襲われ手錠をかけられ、このありさまだ。そう、落ちていける。こんな手錠私が外してあげるから。さあ、5階いるのこれ。よし、まず1個。え、よし、上で。え、こう。ややこしいな。こうか。え、くそ、これが難しいんだよな、いつも。なんか、あー、どうしよう、焦っちゃう。よし、やった。あー、あとあったよ、もう。制限がないからいいけど、大変だ。外れた。すごいね、お母さん、ほんと。助かったよ、アシュレー。しかし、どうやって？ラスのおかげだよ。驚いたよ。まさかラスにそんな機能があったとは。やはりラスには機能が備わっていた。うん。サヨコは一体何のためにそれを？パパ、私、思い出したんだよ。13年前、私、ママとこの部屋に来てた。え？ママはここで、ジャドと言い争ってて。
ママはあの時言ってたの。確かにアナザーって。なんだと。やはりサヨコはあの日ジャドに呼ばれてここへ、うん、液体メモリーはアナザーのために考えられた記憶媒体だ。ジャドはもしかして停止したはずのアナザーの再開発を考えて、そのためにサヨコ。パパ、なんかほっとした。よかったパパに会えて。そうか。だってね、パパが私を探してるって聞いてここに来たら、ソフィアに閉じ込められて、逃げ出してジーナに会って、もういろんなことがあって疲れちゃった。私が君を探している。アシュレイ、誰が言ったんだ。ライアンだよ。ライアンだと。でもおかしいんだよ、ジーナはライアンを知らないって。アシュレイ、君はそのライアンに会ったのか。うん、会ったけど。アシュレイ、ライアンはソフィアの協力者だ。え？アシュレイ、覚えているか。あ、ブラッド・エドワード島で死ぬ前にアナザーの開発データをどこかに送信していたこと。その相手そうだったの。送信先はこの JC バレーだったんだ。その事実を突き止めた時、私はここで働くことを決めた。そしてあの時ビルに接触した人間が誰だったのか探り続けた。誰なのか分かったの。ああ、ビルと交信記録に残されていた名前はライアンだった。え、ライアンが。そんな人だなんて思えないよ。ライアンはママのことも知っていたし、優しくしてくれた。ライアンはサヨコを知っていただと。ライアンの目的は何だ。もしやこの JC バレーには今でもアナザーが存在して。パパ、どうしたの。アシュレイ、君に見せたいものがある。何。私の研究室にあるものだ。一緒に行こう。分かった。確かこの辺りに。あった、これだ。それは何。JC バレーの古い資料の中から見つけたアナザーの試作機の図面だ。あるんだ。え、ここでアナザーが作られていたの。そうだ、私がサヨコと出会った時、サヨコはこの JC バレーで、うん、ジャドの極秘プロジェクトに参加していた。その極秘プロジェクトで作られていたのがアナザーの試作機だ、うん、しかしそれには欠陥があり、15年前に廃棄されている。そんなことがあったんだね。ああ、それは天才だった左翼の、うん、研究者としての初めての挫折で、その後左翼は新たにアナザー理論を構築し、パパと一緒に論文を書いて命を懸けてそれを守った。そうだ。もしかして君は13年前ここでこんな装置を見なかったか。お、見てる。ここで待っていてね。ママ。パパ、私見た、このアナザー。やはりそうだったか。13年前、ジャドに呼び出されサヨコはここに来た。うん。その時まだ JC バレーの中に存在していて、そしてその時廃棄されたはずのオリジナルアナザーは、あのヒッジャドは何のためにサヨコをここに呼んだ。オリジナルアナザーは一体どこに保管されていたんだ。わからない。サヨコは一体。パパ、私を閉じ込めて安心してるなんて甘いわね。まずい。どうしたのパパ。機密データに不正侵入された。きっとソフィアの仕業だ。データの流出を止めなければ。
ソフィア、君に勝手な真似はさせない。よし、間に合った。やられた。パパすごい。あとはデータをこのディスクにコピーして、 PC のデータは消去する。うん、ソフィアが狙っているデータをディスクに避難させたぞ。よかったね、大切なデータが守れて。ああ、これはアナザーの開発データなんだ。じゃあこれがビルが送ったあのデータなんだね。このディスクは私が身をもって守る。そして JC バレーに隠されたアナザーの秘密は必ず明らかにする。パパ、アシュレイ、まずはイアンたちと合流しよう。うん、彼らはどこにいる？警備室で待ってるよ。行こう、パパ。さあ、開くんじゃね？やっぱり。ロビンズ博士とアシュレイが出口に向かっています。あのデータはロビンズ博士がディスクにコピーしてポケットに。ここでは会話しねえんだ。さあ、夜じゃん。そういや、両方いた。ただいま。アッシュレ、ロビンズ博士、よかった、二人とも無事で。ジーナ、大丈夫？ええ、イアンからあなたが博士を助けに行ったと聞いて、ここでイアンと待っていたわ。博士、ご無事で何よりです。アッシュレ、やったな。ジーナ、イアン、ありがとう、アッシュレを助けてくれて。うん、イアン、ソフィアは今どこに？203号室にいるはずです。いないぞ。え、ソフィアが消えた？いない、どこにも。うん、どうしよう、パパ。落ち着こう。我々が知恵と力を合わせればなんとかなる。そうですね、博士。みんなで協力しましょう。ロビンズ博士、どういう作戦でいきますか？いや、君はジーナを守ってここに隠れていてくれ。私はアシュレと一緒にソフィアを巻きながらエレベーターで地上に出て助けを呼んでくる。了解です、博士。ジーナのことは任せてください。頼んだぞ、イアン。アシュレ、私と一緒に来てくれるか？行くよ、もちろん。パパは私がいないとダメだもん。言われてしまった。参ったな。
自分で言った言葉にちょっと驚いた。思いもよらないことばかり起きてるけど、うん、パパと私もしかしていいコンビになってたりする？アシュレ、最高。うん、待っててね、ジーナ、イアン。上がれるのかな、本当に。動かないで。やっぱり。まったく手間をかけさせる親子ね。勝手に逃げ出した罰としてここで撃ち殺してもいいんだけれど。あの人には無傷で連れてこいと言われているから。あの人？ソフィア、君を動かしているのは誰だ？さあ、誰かしら。まあ、いずれわかるわ。動かないで。今度動いたら歩けなくなるわよ。さあ、渡してもらおうかしら。何を？とぼけるな、博士。持っているのは分かっているのよ。開発データをよこしなさい。知っていたのか。こちらは全てお見通し。おかげで探す手間が省けたわ。アシュレ、博士の持っている開発データをこちらに渡しなさい。アシュレ、言うことを聞け。これ持ってすげえ投げりゃいいんだよね、向こうに。ようやく手に入る。これ、そんなに価値があるの？それの価値がわからないなんて、バカな子ね。そのディスクに大金を払う人間は世界中にいるのよ。目的はお金なんだ。あなたはそのお金のために研究所に入り込んで、みんなを騙してエリザベスのパパと婚約までしたの。金のためだったら何でそれのどこが悪い。正直な人。エリザベスは気づいてたよ、あなたの正体。へえ、あのわがまま娘が。それは笑えるわ。さあ、つまらないおしゃべりはもう終わり。データを渡しなさい。さあ、こっちへ。すぐに助けを呼んでくるから。行け、アシュレイ。森林警備員さんに頼まないと。早く、早く着いて。着いた。止まったじゃねえの。アシュレイ、その声は。待っています、あそこで。
なんだよ 0.5 って。科学者なら分析は冷静に。私はあなたの手に負える相手じゃない。ソフィア、こんなことをしても君は逃げられない。アシュレイはきっともう研究所を出て警察に。ご心配なく。彼がアナザーを使った後データをいただくわ。彼の狙いはアシュレイだから。え、私も早く追わないと。せっかくのチャンスを逃しちゃう。どういうことなんか。さようなら、ロビンズ博士。お、所長、こんなところで。レックス。ソフィア、どうして君は。何持ってんのこの人。ああ、助かった。ありがとう、リチャード。大切なデータをよく守ってくれた。いや、ソフィアを頼む。わかりました。レックス、ソフィアには協力者がいた。え、協力者の名前はライアン。アシュレイをこの研究所に呼び込んだのもその男だった。ライアンだと。ソフィアは言っていた。その男の狙いはアシュレイだと。そしてその男がオリジナルアナザーを使った後、そのデータを手に入れると。そんなことがあるはずは。まあ肉体的には多分死んでますよね、間違いなく。いや、まさかソフィアが狙っているのは。レックス、君は知っているのか。知ってるなら教えてくれ。13年前、サヨコがアシュレイを連れここに来てジャドと会い、何をしたのか。リチャード、実はアシュレイがしていたあのペンダントは意味深。やっぱ意味あったんだな、あれ。来たねやっぱ出てくるよね。使ったんだ。また思い出したのですね、あの日のサヨコのこと。ライアン、アシュレイ、待っていました。君とダスがここに来るのを。うん、私もう騙されないよ。あなたはあのソフィアの仲間だったんだね。それにあのビルトも。仲間？いいえ、違います。彼らは僕の目的を果たすために一時的に必要だった人間たち。いわば使い勝手の良い道具のような存在でした。ひどい言い方だね、ライアン。あなたの目的は何？私をここに呼び寄せて一体何をしようとしてるの？
黙ってないで答えて。アシュレイ、どうか怒りを抑えてください。負の感情は君の脳にストレスを与えることになる。アナザーを使うためには君の感情は不要なのです。あなたの言ってること全然わからない。困りましたね。アシュレイ、僕の目を見てください。お、そんなのできんの？アシュレイ、あ、君にさよこ。さあどうなるんでしょうね。はーい、というわけで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。ついにねアナザーが出てきましたけども、どんな結末になっていくんでしょうか。次回もお楽しみにってことですね。またスイッチのソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら持ち上がったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメントといただけますと嬉しいです。コメントが苦手な方はグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でしょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。